ね、ねえ団長、その去年一昨年と団長に本命のチョコレートを渡したじゃない。あ、違うの、返事を聞かせてほしいわけじゃないの。ただね、考えてみたらちゃんと言葉で言ったことはなかったなって思って、で、だから今年はそのチョコレートと一緒に言葉で私の思いを伝えようと思うの。あのね団長、私あなたのことが好きよ。だからチョコレートと一緒に私の思いを受け取って。言っちゃった。好きって愛してるって本当に言っちゃった。それじゃあ私は行くね。あと返事はいつでもいいから。でも私のこの思いが本物だっていうことだけは忘れないで。